朝岡山まで来ましたけどね。でこっからもね小島方面乗り換えてしまえば行けるらしいんで、ってことでね、こっから宇野の方に向かってくってわけやけど、これ、ね、糸滝じゃなくて新見じゃなくて、どれだ、阿呆線じゃなくて、とにかくいろんな方面多いからここら辺欲しいんだよな。掃除屋じゃなくて、あ、これだ。で宇野行きが19時15分やから時間あるなと思ったんですけど、この48分の小島行きでなんか接続し、なんか茶屋町かどっかのところで、始発の列車に接続して乗り換えたら、スムーズに、30分以上待たずにね、行けるみたいなんで、それで行こうと思います。何番乗り場、7番乗り場。いやー岡山わかんにくいんだよな。こっちか新幹線乗り場で、ね向こうか7番。そう、こんな感じで瀬戸大橋線じゃなくてね、この宇野港線ってことでね、岡山は2019年以来か、うん、後からちょっと見る時間あるから、前も夜に来て特に見るところねえやってなってきたような気もするんですけどね。マリーナーダ、あ、マリーナーダね、乗っていくっていうのもね、ちょっと楽しい旅ではありますけど、今回は、お、出てた。マリーナーダも快速なんで乗れますもんね、乗ろうと思えば。なんですけど、小島行きあっちに止まってんだ。あ、一応この切り欠きになっとってこういうホームになってんだね。でやっぱ JR は日車なくてね、日本車両になって使ってますね。ターミナル、そう、今日これやりに来てんだから、あっちにもね止まってたりしますけどね。まあ岡山は本当に四方八方に行く列車があるんで面白いですね。まあその中でもちょっと小島行きはね、この電車は茶屋町、さあ茶屋町まで乗ったらいいのか。よし、おお、いっぱいだ、3両編成。なるほどね。真ん中弱でやから、さっきはちょっと弱で乗ったからね、前乗るか。お、よし、前のこのか、あ、そこでいいや。よしよし、うん、茶屋町着いたけど、ちょうどこれか。これでもうすぐ発車するみたいで乗り換えちゃいましょう。